間が押してしまいましたが、第2部に行きたいと思います。はい、高さんにちょっと新規入会が何になったかちょっと確認を後でいいんじゃない、後で後ほどということですね。はい、わかりました。はい、はい、で会員の方の前でですね、規約と役員の承認ということだったんですけども、はい、じゃあそれは後回しということで、はい、今後についてですね、ちょっと問い合わせが殺到している状況ですので、増山さんの方、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。先ほど追加の資料で配らせていただきました、資料も含めて今後のことについて話していきたいと思います。まずですね、1月17日、厚生労働省に行きまして、11時から、交渉の時間を取っていただいております。担当していただくのは、この間五十嵐さんという内閣官房の就職氷河期対策支援室の五十嵐様などに、ご紹介いただいた直接の、就職氷河期世代の担当者の方と、対話の席を設けます。今日会員になっていただいた方にもこの、次の17日の、面会は参加していただけますので、もしご興味ある、方がいらっしゃいましたら一緒に行きましょう。また、そこに合わせまして、追加の報告がございます。今片山先生予算委員会に入っていらっしゃるということで、来年度の予算がいつの段階で議論され、どういった政策となり、行くのかというタイミングで、このタイミングで の厚生労働省に行くのは大変有効だと思いました。と言いますのは、今大枠の予算が就職氷河期世代650億円と決まりました。この大枠を増やすというのは、よほどのことがないとなかなか難しいということがあるそうなんですけれども、これを何にどのぐらい使うのかといった詳細の予算案が現在、内閣官房もしくは厚生労働省の中で出ている状況です。これを1月20日の国会から国会の中でも議論して、こういった現在の予算案が正しいかどうかということを国会で審議するというタイミングになるんですね。ですと、この17日の日に私どもが会を発足して、こういった団体、当事者団体として、この内閣官房、そして厚生労働省が出している今の予算案が正しいのかどうか、本当に当事者の立場に立っているのかどうか、むしろここに予算を増やした方がいいんじゃないか、もしくはこういったことを提案するながら、ここに介護職員の部分をもっとサポートした方がいいんじゃないかとか、ちょっと偉そうにですね、今動けば変わる可能性かなりあります。ですので、しっかりと今の予算案を読み込んだ上で来週行きます。そしてその翌週も、重なりますがアクションいたします。こちらはロスジェネ食堂になります。今メディアの皆様からロスジェネ食堂って何ですかっていう問い合わせが殺到していまして、実はディティールも相談しながら作っているところではあるんですけれども、本日発表できる内容について申し上げます。1月24日の金曜日、18時から飯田橋のワイルドピッチといいます、普段はスポーツバーとして経営しているお店に場所を提供していただきます。こちら、また、入場は無料となります。誰もが1品以上食べ物か飲み物を頼んでいただく通常 のカフェやレストランと同じ状況です。ただロスジェネ就職氷河期世代は無料で、無料で1品を頼むことができます。また、こちらの趣旨となりますが、ロスジェネ世代がつながりを取り戻し、愛のあるご飯を食べる時間を提供します。各自が作った、また作品や技術、それぞれ、例えば僕は同人誌作ってるんですけど、まだプロではないんですけどとか、カメラ好きなんですけどとか、もしくは手芸を作ってるんですけどとか、
まだ仕事にはなってないけれども、ご本人が大切にされていること、ご趣味であるとか、そういったものもぜひ持ち寄っていただいて、そういったそれぞれの個性を生かすあり方をその場で話しながら考えたりとかいう温かい輪を作りたいと思っております。ロスジェネ世代みんな傷ついております。ですので本当は自分っていうことも言えなかったんですよね。でもここなら言えるよっていうような温かい場を作りたいと思います。またロスジェネ世代に仕事をあげたいという起業家の皆さんやビジネス会社をお持ちの皆さんなどもぜひ来ていただきたい。というのは、私たちが無料でご飯を施すだけではその次のアクションにはつながりません。ですので、次につながる場になることを願っております。またこちらの、住所があるんですけれども、ワイルドピッチのオーナー様が太っ腹で住所の、受け取り先として、名乗り上げていただきましたので、全国でその余っている食材ですとか、台風でちょっと形が潰れちゃったけどとか、何かそういった、廃棄されるような食材があったら提供していただいたら、それを大切にお料理したいなと思っております。また大変こちらも温かい申し入れがありまして、食材の提供を全国最大の、完全無農薬有機栽培組合の、ネットワークを持っておられる本物のオーガニック野菜を、箱舟組合様よりご提供いただけることになりました。こちらも昨日の朝3時ぐらいにチャットと電話で決まったんですけれども、分かったと、うちのもう大変農家さんも頑張って作ってるんだから、ただでなんか出すっていうのはなみたいな感じだったんですけど、いろいろ話して、確かにロスジェネがコンビニ食材ばっかりずっとやって一人で辛い中もう何十年もいるんだったら食べてほしいっていうことでご提供いただきまして、この場をお借りして箱舟組合様に感謝申し上げます。二児の母として、家事がままならない日多いけれども、それでもやっぱり愛を持ったご飯作ってきた立場から言って、やっぱり温かいそういう場がロスジェネ問題必要だなと思って、ロスジェネ食堂をぜひやりたいということを思っております。またこちらの箱舟組合様は、来週はですね、大阪駅での地下2階で、ナウカフェをオープンされるんですね。でまた神戸や、九州でも今後店舗をオープンされる中で、ロスジェネ割というメニューを作ってくださるということも、提携が決まりまして、この詳しい内容につきましては追ってご報告できると思います。例えば地元の子どもたちの勉強を見てあげたら一食無料とか、何かそういったつながりを取り戻すメニューを考えているということです。長くなりましたが、こういった形でブースも設けながら、何かこういったコーナーをやってみたいという方がいらっしゃいましたら、ロスジェネはブースも無料ということですので、ぜひこのロスジェネ食堂参加していただけたらと思っております。あとは何かありますか。はい、ありがとうございました。今後についてはですね、先ほど申し上げました通り、政策提言もですね、財務省の方にも、やる予定なんですけれども、その前にですね、その財務省に提言する際の、給付付き税額控除の勉強会ですとか、そういうのを、やりましょう。はい、やる予定です。じゃあ、ちょっと補足しますね。私、日本ベーシックインカム学会というものが昨年立ち上がりまして、各大学の先生方、経済学者の先生方と一緒に、運営もしてるんですけれども、その中でも給付付き税額控除すごいいいじゃんということで、小島さんが今ヒーローみたいになってまして、逆に小島さんを講師に呼びたいっていう声になってるんですけど、ちょっと、経済の問題なので先生方ともタッグを組んで、この我々が提案した提言をうまく政策に生かせる形で日本ベーシックインカム学会のサポートもお借りしながら、一度勉強会を経た上で財務省に行きましょう。でも割ともう予算案、来年度の予算案にも頑張れば食い込める可能性もありますので、忙しいけどヒートアップしながら
時間を作って皆さんにいつ財務省に行くよということも近々発表できるかなと思っております。あ、そういえば補足しますけど、12月10日になぜ行くっていうのを決めたのは、駒澤大学の准教授でおられます井上智博先生という経済学者の先生がおられます。私先生に最初から先生一緒に内閣官房行きましょうって誘ってたんですね。で先生が12月空いてるのはこの日とこの日って言ったのが12月10日で、それでアポ取ったんですよ。でも、用事があってその日先生行かれなくなったんですけど、次はぜひ先生もご一緒にという形で、はい、財務省にも行きまして、実現について可能性を探っていきたいと思っております。はい、以上が今後についてということで、あと、今日はちょっと YouTube の方でもですね、全国配信もしていますので、全国の方の、呼びかけをしたいと思いますけれども、はい、全国、地方の方、どうやってこの活動に参加するかっていう話ですけれども、実際私、地方なんですね、愛知県で普段は活動してますけれども、なぜこの活動に加われているかというとですね、会議は基本的にはですね、メッセンジャーというアプリを使いまして、文字で会議をしています。でなので場所はどこでも世界でも海外でもいいですよね、はっきり言って。でどこに住んでいても活動に参加できます。で私例えばですね、このチラシを私がデザインして、そのデザインしたデータをですね、東京の方に配布していただくというような、そういう、リモートワーク的な活動もしてますけども、そういうこともやっていますので、今はそういうことができる時代ですので、地方の方もですね、ぜひご参加いただければというふうに思っています。で、もし会員があって増えていきましたらですね、少しちょっと、100人とか200人で一斉にこうメッセンジャーをやるのはちょっと無理がありますので、少しこうエリアを分けていって、で各エリアで話し合ったことをまた まとめてというふうな形でやっていこうと思っていますので、ぜひ地方の方もですね、自分はちょっと地方だからこの活動に参加できないなというふうに思わずにですね、ぜひ参加いただければなというふうに思います。ちょっとまだできてないんですけど、後ほどホームページの方でですね、会員の入会の申し込みもできるようになる予定ですのでですね、ぜひご検討いただければなというふうに思います。はい、ではですね、最後、質疑応答の時間